絶望の先には誰がいる？俺がいる。ここでいいんだよな。来たんか。あいつの言う通り来てしまったんか。俺は指示された通り一人が学園に来ていた。きっとこれはあいつの罠だ。何か起きたら全力で逃げよう。大丈夫、大丈夫だ。その時だった。来たか。後ろからゆっくりと近づく足音が聞こえてくる。まさかあいつか。ああ、キスケ。おい、そんなところで何してんだよ。え、キスケ。わあ、来ちゃダメ。キスケ来ちゃダメ。なんだよ、そんな血の気の引いた顔して。お化けでも見たか。どうしてここに。どうしてって、お前が心配でつけてきたんだよ。え、ほらお前、最近様子がおかしかっただろう。修学旅行ぐらいから心ここにあらずみたいな感じでさ、いつも一人で何か考え込んでいたんだよな。それは口内炎が痛かったから。まあ優しい俺としては、そんな俺を放っておく、お前を放っておくわけにもいかないだろう。キスケー、優しいのはいいんだけど、今は来ちゃダメ。やめろ、来ない方がいい。キスケ来るんじゃない。キスケ、お前に話を聞きに行こうとバーに向かったら、お前の姿が見えたからさ、こうして追いかけてきたってわけ。あのどうしよう。あいつは鬼一人で来いって言っていた。それにもし約束を破ったら仲間を殺すって。まずい、まずい、まずい。このままじゃキスケが危険だ。あのさキスケ、心配してくれてすごく嬉しいんだけど、俺は大丈夫だか。今日はその帰ってくれないか。は？おいおい、なんだよそれ。それが心配して来てやった友達にかける言葉か。本当に大丈夫だから早く帰って。おい、落ち着けって。どうしたんだよ、そんなにムキになって。俺に会いたから帰って。ごめんキスケ、本当はこんなことを言いたくないんだ。でもこのままだと。なあ信行、やっぱりお前何かやばいことを抱えてるんじゃないのか。それは鋭い。そうなんだろ、俺にも話せないことないのか。話せないことなのか。それは何か言えない理由があるんだな。は？その反応、やっぱりそうか。一体お前の周りで何が起きてるんだ。なんでこんな時間に学園に来てたりするんだよ。誰にも言ったりしねえから全部話してくれよ。ダメだ、これ以上ごまかせない。そして俺はキスケに夏の人物に関することを全て話した。話しちゃった。大丈夫かな、あいつ聞いてないよな。誰かの話でもあいつにバレなければセーフだろ。マジかよ、まさかそんなことが起きてたなんて。お前の様子が変だったのも納得だぜ。うん、相談できなかったのはあいつに脅されていたからで。はあ、お前は俺たちのことを信用してねえのか。そんなヤバいことになってるならちょっとは相談しろよ。脅されてるとか関係ねえだろ。でももしこのことを誰かに相談したら、みんなの命が危険に。だとしても、お前は一人で抱え込むことはねえだろう。もっと俺たちを頼ってくれていいんだぞ。キスケ、俺たちはオカルト部の仲間だろ。
そうだよね。そうだよね。めっちゃ泣き始めてる。な、信行。どうした、信行。ありがとう、ありがとう。圧倒的感謝だ、圧倒的感謝だ。次から何かあったらちゃんとみんなに相談するよ。悪魔的にうめえ。何ビーム飲んでんだよ、何ビール飲みながら言ってんだよお前は。ああそういや、信行はその謎の人物に呼び出されたんだよな。まだそいつは来てないのか。うん、もう約束の時間は過ぎてるのに。約束の時間過ぎてんのかい。あいつルーズだな、意外と。さっきから姿が見えないんだよね。なら早く逃げ。おい、一人で来いって言ったよな。するとどこからともなく不気味な声が響いた。誰だこの声は。なんだ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 、何の音これ。ぐっ、スタンガン。ダメだ、体に力が。おい、ナビユキ大丈夫か。うわぁ、キスケ。うわ、これはまずい。誰か助けを呼ばないと。お前は私の警告を無視した。だからここで終わりだ。まずい、このままじゃ。そして俺はそのまま意識を失った。こんな感じになるの、どうなっちゃうん。何ここ、科学実験室。ここは。目を覚ました俺は辺りを見渡した。ここは教室、理科準備室か。なんでこんなところに。なんだこの音は。うわーやばい、なんかデスゲームが始まりそうな気がする。なんだこれ、少し頭がクラクラする。マスカーガス。そうか、あいつ俺をここで殺す気なんだ。まずい、早くここから脱出しないと。なんでナイフで殺さんの。殺すんだ、なんでナイフで殺さんの。だから実、なんか実験中の事故ってことで処理しようとしてる。だからそんなことしたらな、脱出するぞお前。そんな脱出するって決まったんだ。工具箱関係なかった。あ、脱出口出れるか、バケ。とりあえず扉調べてみて。なんだ、何かが引っかかって扉が開かない。当たり前じゃ。これで、あ、開いたとかなったらさ、ここに閉じ込めた意味ないだろう。くそ、扉から出るのは無理だ。あ、そうだ、このガラスに、この扉にあるガラスをどうにかできないか。くそ、早くしないと。ガラス、刃物があるけどさ、一応無理か。あ、トンカチあるで、金槌。ずちこれでガラスを割れそうだ。よし、じゃあ割っちまえ、いけ。ガラスを割れば、思いっきり叩け。ガンガン。嘘を割れない、どうして。頑丈すぎる。強化ガラスで作る必要あるか。この扉のガラス強化ガラスにする必要あったかね。やめて、どうすればいいんですか。溶かすか、溶かすか、なんか薬品で溶かすか。これこっからはダクト、さっき調べたやろダクト。お前ネジ止められている。工具、工具はさっきやった工具、どっかこれやろ。工具、これドライバー、これでダクトのネジを開けられるはず。トントン拍子じゃ。回らんのかい。ちょっとボンドで固定されてる。用意周到すぎだろあいつ。ボンドで固めるか。マジかだ。そんなことするなら石でも俺をここで殺す気。石つか強すぎだろお前。殺気が強すぎるわお前。なんだ。その瞬間
死への恐怖が全身を駆け巡った。やだ、死にたくない。誰か助けてくれ。俺は意識が朦朧とするなら、中扉を叩いて全力で叫んだ。誰か。しかし俺の叫びは虚しく誰も答えてくれはない。そんな、がまずい、もう意識が。誰か助けて。その時だった。なんだこのドア、なになに、外から開けてくれてる。突然扉が開いた。ナビキ君、ルイちゃん。ルイ、何があったの。これガス、早くここから出ないと。そして俺はルイに連れられ、部屋から助け出された。助けられてしまった友達に。普通に外から開くんかい。もうここまで来れば大丈夫だね。ナベキ君大丈夫。一体何があったの。あいつに閉じ込められて。あいつって。ごめん、詳しい話は後にするよ。分かった。それよりルイ君こそどうしてここに。シロ君と一緒にノビク君を探していたんだよ。俺を。最近ノビク君の様子が変だったから心配してて、さっきシロ君と一緒にバーに行った。みんなバー行くな。なんかみんなバーに行こうとするでないか。アブさんからノビク君がいなくなったと聞いて、それで心配になって探し回ってたんだ。そしたら偶然助けを呼ぶ声が聞こえて。そうだったんだ。ありがとう、助かったよ。早くシロ君にもノビク君を見つけたって教えなきゃ。そうだ、キスケは。キスケ君。キスケも襲われたんだ。どっかで、ね、見なかったか。いや見てないけど。別のところで殺そうとしてるの。まずい、キスケも同じと俺と同じように。だったら早く助けに行かないと。うわー、満身創痍、満身創痍。あ、なんか変なやつ開いてもうた。ノブ、ユキ、ルイちゃん、キスケ。その傷どうしたの、大丈夫。なんとかね。もしかしてキスケもあいつに。ああ、目を覚ましたらこのざまだよ。早く手当てをしないと。いや、傷自体は大したことないから大丈夫。でもそういえばルイちゃんは一人で来たの。いや、シロ君も一緒だよ。手分けして探そうって別れたんだけど。やばいじゃん、シロが。今度はシロがやばいんじゃない。さっきからシロ君に電話してるのになぜか繋がらないの。おい、それまずくないか。まさかシロ君も。とにかくシロを探しに行こう。わあ、どんどん一人ずつやろうという魂胆だ。よくシロ一人で無事だったな。シロじゃないわ。名前出てこんかった。ようキスケ一人で、ね、無事でおったな。どこおるんだ。校内だろ多分。こっちか、校内は。職員室じゃねえよ。じゃあ校舎やけん、こっち。うわ、満身創痍やもんな。キスケ大丈夫。ああ、俺は大したことない。えらいことだっとったな。もうしろよ、電話出ない。どこだ。とりあえず手当たり次第に探していかんかったら。違うな。理事長室はさすがに入れんか。セキュリティがすごそうやもんな。トロフィーとか飾られてるな。どうでもいいけど。
どうでもいいけど気になるわ。いろいろと気になるもんがあるわ。入った。あれ、ここも入れるんじゃ。鍵かかってない。ってか、鍵かけろよ、おい。おい、ズブロだぞ、お前。あ、ズブロか、翼くんは。翼くん、ズブロやな、げんな。絶対鍵当番、翼くんだったんだろうな。鍵忘れとんないか、お前。しかし、どこにおるかわからんな。あれ!おい、おい、おい、おい!あ、あれは、嘘!マジかよ。なあ、刺されとる!シロが刺されとる。お前、髪の毛そんな色だったんじゃ。めっちゃイケメンじゃ、このポーズだったら。そんな、シロ、シロ、シロくん、どうしよう。早く救急車を呼ばなくちゃ。シロ、シロ、みんな、みんな、今救急車呼ぶから。ちょっと待ってください。え、救急車を呼んではいけません。どうして。何言ってんだよシロ。刺された時、犯人に言われたんです。もしこのことをウカウト部以外の人間に知らせたら、次は本当に誰か知ることになると。でも大丈夫です。刺された傷自体はそこまで深い傷ではありません。手加減してるのかよあいつ。本当かよ。それよりも早くみんなに話したいことが。分かったから、もう無理して喋らないで。一旦シロをバーに運ぼう。そして俺たちは学校を後にし、バーに向かった。あいつ、それからしばらくしてバーで手当てを受けた俺たちはなんとか全員助かった。そして連絡を受けてウカウト部全員が集まった。おい大丈夫か。シロが刺されたって聞いたけど。マチさん、しんのすけくん、僕は大丈夫です。あまり深い傷ではなかったので。よかった。一体何があったんだ。俺たちは謎の人物に襲われたんだ。襲われただと。俺やシロは怪我で済んだが、信行に至ってはガスで殺されかけたんだ。殺されかけたって。マジかよ。もう自分で脱出できる状況じゃなかったもんな。ほんまにルイちゃんに助けてもらって、ゆえなんとか助かった。ほんま助かった助かった。誰にやられた。顔は見てねえのか。顔は見てない。俺も急に襲われたから犯人は見ていない。そうか。シロは犯人見てないの。シロくん、なんか見とんかお前。どうかしてんの。すいません。見たけど見た上で何か言えないことがあるんか。もしかして何か犯人について知ってるのか。すごくこれは言いづらいんですが、僕犯人に襲われた時見てしまったんです。顔を見てしまったって何をだよ。ハキハキ喋んねえと分かんねえだろ。分かりました。言いますから。ちゃんと言いますよ。僕は何者かに刺されて地面に倒れ込んだんですが、そう倒れ込む瞬間、ほんの一瞬だけ犯人の姿が見えたんです。マジか。それで犯人は誰だったの。それが顔はマスクをしていて見えなかったのですが。あ、顔は見えんかったんじゃ。じゃあ誰が犯人かわかんないじゃねえか。ですが犯人に身につけていたあるものが見えたんです。あるもの。それって
犯人は、オカード部のバッジをつけていたんです。ああ、だからか。だから第4章のところのマーク、オカード部のバッジのマークがついとったんじゃ。でもさ、オカード部のバッジをつけていたからといってさ、この6人かって言ったらまた話が違うよな。ってことはさ、ほんまに俺が言うたさ、謎の人物、未来の信行説っていうのがあっとうかもしれんな。バッジをつけているのは確かなんやけど、未来から来た信行が持っとるバッジやけんさ、この6人のどれでもなく、未来の信行が持っとるバッジだったみたいな。じゃないかな、もしかして本当に。なんか、信憑性を、こうさ、バッジをつけていたって言うたらさ、この6人の中に、誰か犯人がおるみたいな話になるけどさ、そう思わせといてからの6人ではありませんみたいな流れあるんじゃないかな。嘘？それってマジかよ。バッジってこれのことだよな。はい。だけどこれって確かオカード部のやつらしか持ってねえんだろ。そうです。じゃあみんなを襲った犯人はオカウト部の誰かってこと？信じたくないですが、おそらく。そんな。シロ、それ、本気で言ってるのか？ちゃんと見たんです。あのバッジはオカウト部のバッジで間違いありません。いや、似とる別のもんとかさ、もしかしたらオカウト部が活躍がみんなからバレてさ、パチモン作ってるとかないんちゃうん？ないかな、パチモンとかさ。ないか。そんなのありえない。私たち友達だよ。一体誰が？実はみんなには黙っていたけど、こういう手紙が来てたんだ。手紙？これ以上邪魔をするな。これは警告だ。もし警告を破ったら覚悟しろ。何これ？ねえねえ、信行、これゴミ？脅迫文？うん。じゃあ、この手紙の差出人がみんなを襲ったってこと？おそらく。ということはさ、この手紙を送ったのも、みんなも襲ったのも、オカウト部の誰かってことだよね。まずか。ね、でも、シロ君はバッジを見たんでしょ？はい。間違いありません。じゃあ、本当に私たちの中で犯人か？わ、ほんまに疑心な敵だ。私じゃないからね。私だって。俺も知らねえぞ。じゃあ、一体誰が犯人なの？みんな、落ち着いて。わ、みんながギスギスし始めてきた。バーの中に重たい空気が流れる。その後、誰も会話することなくそれぞれ帰っていった。話すような雰囲気でない。そしてその日からオカウトドームのメンバーで集まることはなくなってしまった。マジかよ。オカウド部、消滅の危機がやってきた。あれ？てかこれ、第4章、今ので終わりなん？てか謎解きとか、ドッペルゲンカ関係なく、もうみんなが関係がギスギスした状態で終わったんじゃ。嘘だろ？あ、次第5章じゃ。マジかだ。